素敵なんですよね。あ、それでは本馬場入場そろそろのようです。ご覧いただきましょう。マルガイが14頭と外国サンバナンバーワン決定戦の様相を呈してきた新設のマイルカップ18頭の本馬場入場です。朝日杯3着新山記念の勝ち馬ディンヒル3区のゼネラリスト、鞍上はマイケル・ロバーツ、レッドランサム3区のアメリカサンバ、ユノペンタゴンと河内博、弥生賞で皐月賞馬石のサンデーを競り落としたつくばシンフォニー、 G1 連覇を目指す横山典弘、これは3番のつくばシンフォニーです。年ごとに力強さを増すリファール3区セイントリファール、武豊とのコンビで一発を狙います。ケンタッキーダービーはアンブライドルドの弟テイヒルロードを父に持つ八島キャプテン、手綱を取るのは岡部幸男、スピード抜群イギリス3歳チャンピオンの大イシスの子杉野早風、3歳児ハボタン賞をレコードで駆け抜けたスピードを武器に G1 制覇を狙う大気フォーチュン、9年前ジャパンカップを制したルグロ流の弟ルグリエールと海老名正義、日本サンバの意地を見せるかバンブーピノと G12 戦目渡辺邦彦、続々と各馬が思い思いの方向に散っていっています。さあ捕まえられますか、こちらはボールドッキの子スキーニジクと芹沢純一です。父はシアトルダンサー、母の父はヨーロッパチャンピオンマイラーのアイリッシュリバーというエイシンガイモンと南井克美、そしてノーザンテイストの肌にテンパレートシル、日本サンバロックホルトと中立英二、アメリカはバレッツセールの出身です。クリスタルカップを制したキングオブケン、父内国さんの代表です。ミスター CB の子ワイルドバッハと吉永守、そして3戦3勝注目のファビラスラフイン、4戦全勝 G1 の勲章を胸に夢はアスコットへ、鞍上は藤田真嗣、今回唯一のアイルランドサンバ、末脚にかけるパーシャンボールドの子城山ボールド、5ヶ月ぶりにターフに帰ってきた函館3歳チャンピオンクラウドマンと清山博明、以上マイルカップの本馬場入場でした。